オンヤマー先ほど終了しました日本選手権シニア2キロの結果発表です。1着田中希実ニューバランス時間6分21秒さあ、新井雄太郎最後の直線に入ります。高田君ラストには山梨学院大学の高田、順天堂大学の大本清人と続きました。